はい、ワンピースカード新たなる皇帝、これワンボックスですね。24パック開けていきたいと思います。最近ちょっと引きが悪すぎて、全然何も出ないんで、ワンボックス開ければ、まあ、確定で SR とかね、出ますんでね。はい、ロックスター、お、SR 来たかな？ブルック、ゲーム的な？はい、ジョズ、キラー、お、シャンクスの SR 来ましたね。シャンクスの SR、これ、初動結構高いっていうか、1000円くらい販売で、買い取り600円とか、そんなやつを見ましたね。シャンクスかっこいいっす。SR の引きも大事ですね。月光モリア、サニー号、ヒート、シャンクスのリーダー、これシャンクスボックス、来てくんないかな？バギーと。シャンクスのコミパラとかね、手配書のレアカードとかね、欲しいですね。サンジ、桃ひげなんかいた？ニコロビン、アルビダ、カラス、ラフィット。シークレットとかも結構かっこいいやつがあるんですよね。麦わらの一味欲しいですけどね。レッドフォース、ニコロビン、モーリー、ダズボーネス、チョッパー、ジーザスバージス。言いづらいですね。ジーザスバージス。まあ4校の中でも、まあ、ルフィが一番いいですね。バギーがちょっと人気ないかな。クローズ、ルフィ、モンスター、リンドバーグ、ライムジュース。お、ウタですね。ウタのレアカード。かわいいですね。さあ、今んとこまだ、SR1 枚と。SR も4枚くらい入ってるのかな。エポ、バリ島、シャロットプリン、支流、雨の支流、サボ、トラファルガーローの、レアカードですね。これもかっこいいな。ちょっとね、6パックとかじゃ引けなくなってきたな、なんか。引きが悪すぎて、8パックくらい買わないと。ジンベイ、ヘロベティ、ハチノス、チョッパー。お、これちょっとパラレル的なやつ来てるな。これは残しときますか。これ残しで。いや、なんか、全然、バラパックじゃ引けないんで、やっぱボックスですよね。お、これも、マルコ、シャチ&ペンギン、カバジ、リム。リムってあんま分かんないですよね。俺の時代だ。お、これもいいな。まだ3分の1くらいかな。アバロキサロ、ロブルッチ、リッチー。俺は友達を傷つけるやつは許さない。お、シャンクス。お、ニコロビン。ちょっとこれギリギリのカードですね。なんかシャンクスが来てるから。まだ SR も1枚しか出てないからね。ピエール、ウソップ、ニコロビン、月光モリア、ジャンバール、ヤソップ。レッドホース号、リッチー、ベロベティ、ポートガス DS、デレシシシシ、サウロですね。これいいカード。ワンピースも9段で、他にメモリアルとか、この前のね、なんだっけ、この前のボックス名前忘れちゃいましたけど、もう結構出てますからね、杯。なんだかんだもう2年くらい、あれかな。ボンクパンチ、ニコールビア、ヤソップ、ウソップ、マギー玉、池塗り殺人事件。お、シークレット来ちゃったよ。シークレットのルフィですね。これかっこ欲しかったんですよね。このシークレットかっこいい。つうことは、シークレットとパラレルが来てくれたかな？いいボックス引いたかな？はい。まあ、ロジャーとかのシークレットも欲しいですけど。オルビア、ハチノス、ロックスター、ストロンガー、ナミ、バンオーガー、かっこいいな、バンオーガー。
半分くらいですかね。ブルク、サンジ、ジョーズ、池森殺人、お、クロスギルド来ましたね。クロスギルド、ミホーク、クロコダイル、バギー、かっこいい。豪華七部会とかもめっちゃ好きでしたけどね。ティーチ、リーダーのティーチ、クザント。SR 来ないんですけど。ロブルッチ、リンドバーグ、クローズ、クロコダイル、お、ドンカード。ボックスに1枚のドンカードですかね。そんなに怖いか、新時代が。いいカードですね。はい。ドフラミンゴと。SR の、本当に入ってる?SR 全然出てこないけど。おー、ゾロ。ゾロの、レアカードですね。あとなんか、8パックくらいで3枚くらい出るんじゃないか?ルフィ、ダズボーネス、ピサロ、キッド。おー、これもかっこいい。来い、俺たちが相手をしてやる。いいですね。今回のレアカードもかなり、デザインがいいというか、サニーゴ、ペンギン、サンジ、チョッパー、全然来ないよ。本郷、誰?赤髪海賊団、ナミと。あと4パックくらいしかないんですけど。ペポ、おここで SR 来た。バリート、バスコショット、モーリー、ロシナンテ、はい。アディオ、誰ですか誰だかわからないんですけど、アディオって誰。こっからもう SR ラッシュ的な。ウソップ、ウソップ、はい、ニコロビン、もうシルバーズレイリー、ちょっと若い頃ですね。ラスニーですかね。はい、 SR 来ました。ピエール、プリン、ジンベイ、モモチ、おお、ミホーク来ましたね。ミホークと、あとうっすら後ろにクロコダイルが、いい感じのイラスト。で、多分ここにも SR がいると思うんだけど、どうかな。パラレルがあったら SR が1枚少ないとか、そんなあったか。ああ、少ないのかな。スネーク、バソロミュークマ、サボということで、パラレルなのかな?見ていきますか。キッドの次。お!シャンクスの手配書来ましたね。シャンクスボックスだとやっぱ SR パラレルになるのかな?はい。かっこいい。で、トータル最終的に、もうシャンクス、シャンクス。プラス、ルフィのシークレットと、誰だかわからないアディオさんと、ジュラキュールミホーク。これは勝ちボックスじゃないですか。シャンクスの手配書どうなんだろう。手配書シリーズは結構なんか高値がついてるような気がしますね。はい、ということでボックス開封は、いい感じでした。ご視聴ありがとうございました。